どうも、織田信長です。墨の町の城、実況プレイ、やっていきたいと。思い。まーす。前回の続きから、それではやっていきたいと思います。まだ時間ありそうだよね。じゃあ、ザリガニ釣り？釣りしに行くか。この辺で釣りはできないよね。お野菜買うこともできないしね。お、ピカピカ。ほほう。よし、じゃあ釣りしよう。あ、電車来るぞ。見に行きたいけど、今回は釣りをしよう。いけん、しんちゃん。やっぱここはヤマメしか釣れないんだね。ザリガニ釣れるかな？もう一回チャレンジしてみよう。どれどれ？あ、ザリガニいるじゃん。よし。あ、ザリガニもこうやって影があるんだね。アメリカザリガニ。お、かっこいい。しんちゃん、かっこいいの捕まえたね。用水路とかにもあるのかな。お姉さん見せる？シロ、ごめん。すぐシロにぶつかっちゃうよ。あ、ソラさんでしょ？あなた、それは、ちょっと見せていただけますか？見て見て。バッチリ記録しました。ザリガニを捕まえたぞー。よし、ゴーゴー。この辺の用水路もダメだもんね。あー、そろそろ迎えに来そうだな。来るか来るか。あ、ザリガニいるじゃん。どれ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 。白いザリガニ来い。頼む、白いザリガニだ。お願い。はい。あー、だね。アメリカザリガニしか捕まえれなかったよ。あ、お迎えだね。しんちゃん、そろそろご飯じゃよ。今日はばあちゃんだ。晩ご飯何かな。あ、晩ご飯のシーンはなかった。毎回なかったっけ。朝ご飯だけだっけ。いや、あったよね。はい。よし、ちょっと動けるということで、夜に釣りとかできるのかな？ちょっと行ってくるぞー。あ、なんか光ってるぞ。山菜かな？シソを捕まえ、持ってこいって言ってたよね。シソなんてどこにあるの？あ、誰がいる？いるじゃん。頼む、シロ。お願いだ、白色のザリガニ来い。お、かっこいい顔になってるしんちゃん。お、もずくガニ。やっぱりいないのかな。結構レアなんだろうな。お、こっちもいけるんだね。よしよし。おっと、なに白、なになに？あ、ピカピカだ。あ、メノウの原石。すごい、めちゃくちゃレアなものゲットしたんじゃない？よし。白、ありがとうね。ねえ、そう。いいのですね。誰も見たんですか？あ、ちょっと待ってください。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 あ、ちょっ
見るの。どれどれ。どれどれ。よし、白ザリガニ来い。うぬぬぬぬ。ただいま。もう寝るぞ。よし。先に寝かしていただき、いただく。キュッ。大事なとこ噛んだ。寝てりゃ可愛いんだけどな。いやー、寝てても起きててもしんちゃんのひまは可愛いよ。可愛いなぁ。おやすみなさい。お、朝ですよ。今日の朝ごはん何？昨日と同じメニューじゃない？はい。おし。見て見て、母ちゃんアゲハチョウ捕まえたよ。見てよ、母ちゃん。ねえねえ。水をあげましょう。まずは日課のね。あ、白なんか言ってる。はいはい、白白、ごめんごめん。あっ、白ごめん。ちょっと悲しすぎる、悲しすぎる。うー、ザリガニいる？ここにはザリガニいないね。あっちのおばあちゃんがいる方のところは？まあ、ここも用水路だけど。あ、おばあちゃんどいてくれてる。あ、シソ！シソだ！待て待て、シソはあっちだよね。よし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 。おい、あー、行き過ぎた。チャンプ、シソ持ってきたよ。おお、それはシソ。そうか、シソを見つけたか。あったよー。なあ、シソはいいだろう。定番の天ぷらもいいけど、大葉味噌もご飯が進むぜ。いや、シソは美味しいよね。しらすご飯にシソをまぶしてって感じで食べるのが私は一番好きかもしれない。うん、おお、よし、しんのすけ、約束通り通っていいぜ。やった、ありがとう。それと、オイラの合言葉はマガだ。忘れんなよ。マガ。お、花丸。サブミッションのカブトムシか。カブトムシ捕まえれるかな。いや、まずは右から行ってみよう。あったあった。これってどうやって捕まえるの？お、セミいるくない？あ、木のあれか。全然セミじゃないじゃん。どんな目してんだよ。な、ここにも植えれるのかな？カブトムシだ。俺は先に進まずに、いやー迷うなー。いや、先に進もう。全員の合言葉をゲットできたから、花ちゃんとこに行かなきゃいけないんだよね。湖から何か顔を出してるべ。あれは大きな櫓の跡じゃ。昔はあの下に大きな町があったんだよ。へえ、すごいなー。奈良竹、山菜も取れるんだね。
そうか、あそこに大きな町があったんだね。すごいね。あ、白なーに、今度こそ取るよ。どかだかだか。よし、あまり進まないよね。ゆっくり画面切り替わっちゃうからね。ゆっくりゆっくり。お、いっぱい山菜が取れるね。あ、これ虫なのか。どう、もうちょい前。よし、お、テントウムシだ。これはチャンプとかあの辺の誰かの、あ、ここに出てくるのか。じゃあカブトムシ渡しに行こうか。カブトムシ渡しに、こいつじゃないよな。エースちゃーんって言ってたこの子だよね。やっほー、カブトムシだよ。カブトムシはいいだろう。戦ってる姿も勇ましいけど、このつぶらな瞳がたまんないんだ。およし、しんのすけ、約束通り通っていいぜ。ありがとう。それと俺の合言葉はなんだ、忘れんなよ。お、虫取りのエース、花丸。全部手に入れたよね。でもちょっともう合言葉忘れちゃったとりあえず今回はこの町パートにしちゃおっかな。この町をいっぱいいろいろうろうろしたいな。お、ザリガニがいるぞ。どれどれ、白かな、白いザリガニ来い。どうしても白いザリガニが捕まえたい。お、違うな、白じゃないな。白い、あ、でもこっち通せん棒になってる。こっちはいけるのかな。お、こっちはいけないぜとか言ってくるのかな。お、8種類の魚を釣ってこい。オッケー、任せろ。よし、任せろりー。あ、またザリガニいるぞ。あ、2匹いるくない？あれ、松本みたいに逃げたりしないんだね。良心的なゲームだ。サワガニ。サワガニもね、昔川に遊びに行った時に捕まえたことある気がするな。こういうの怖くないんだよね。あ、おい、白じゃない。でもレアだね。めっちゃレアそう。一回帰るか。ここにもいる？この黒い影は違うよね。これってこっちはいけないのかな？ああ、いけないんだね。じゃあ、花ちゃんとこ行こっか。花ちゃん全部、教えてもらったよ。はなちゃん、はなちゃん、はなちゃん。はなちゃんめちゃくちゃ可愛いよね。いやーでもすみちゃんも可愛いしなー。いや、キューティーリリーのはなちゃんにしたいなー。俺の彼女候補ははなちゃんさ。さあね、しんのすけ、わかってるでしょうね。うん。さあ、3つの合言葉をキューティーリリーに伝えなさい。はい。合言葉は？はい。合言葉は、チャン、リン、シャン。
ズコーズコーかわいい。昭和親父ネタ。これわかるやついるのか？ちょっと私もわかんない。あ、かわいい。見て見て。しんのすけ、真面目にやりなさーい。おい。合言葉はマガランジャーだぞ。マガランジャー。ドドン。しんのすけ、正解だ。大正解だ。お兄ちゃん、花ちゃんとチャンプは兄弟なのかな？そう、俺たちこそ。うん。この村の防衛隊。うん。マガランジャー Z だ。マガランジャー Z だ。ドドン。おいらの名はチャンプ。山菜採りのチャンピオンとはおいらのことだ。かっこいいね。シャキーン。坊ちゃんかな。僕の名はプリンス。僕に釣れない魚などいない。シャキーン。マサオくんかな。俺の名はエース。ここ二人似てるんだよな。一人なら誰にも負けないぜ。二人は双子っていうあれなのかな。私の名はキューティーリリー。野に咲くユリのように可憐なの。かわいい。あー、めちゃくちゃかわいい。キラン。4人合わせてマガランジャーゼット。ゼット、かわいい。うかっこいい。俺たちマガランジャーゼットは曲がったことを決して許さない。お、村にはびこる曲がったことを日夜正しているのさ。かっこいいね。この間なんて風で曲がっちゃったクリタさん家のアンテナを直したんだから。すごい。公民館の看板だって僕らが直したんだ。えらいね。三吉じいちゃんの腰は直せなかったけど。ありゃりゃ。さすがだな、しんのすけ。合言葉までたどり着いたよそ者はお前が初めてだ。ここは僕たちマガランジャーの秘密基地。合言葉を知る者しか入れないんだ。ほうほう。しんのすけ、もうお前はよそ者じゃなくなった。今日からオイラたちの秘密基地に入っていいぜ。いいの？ありがとう。よく頑張ったぞ、しんのすけ。これあげるね。かわいい。お、大切なもの、マガランジャー Z のバッチ。仲間の印だ。仲間だ。花丸。ということで、今回はここまでとしようかな。今回もいっぱいいろんなとこに行ったりとか、それでこそみんなと仲良くなって仲間になりましたね。次のパートはどんな冒険が待ってるのかな。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。それでは、さようならー。